ブロンスキビートは主に1980年代中盤に活躍したイギリスの新生ポップニューウェーブトリオデビューアルバムエイジ・オブ・コンセントとこのアルバムからシングルカットされ彼らにとって唯一のビルボードホット100入りを果たしたスモールタウンボーイなどで知られるまたメンバー全員がゲイをカミングアウトし楽曲のテーマや歌詞にゲイにまつわるメッセージが 色濃く反映された点でも話題となった。1983年、ブロンスキービート結成時のメンバーは、グラスゴー出身のジミー・ソマービルとスティーブ・ブロンスキー、そしてサウスエンドイコール・オンシー出身のラリー・スタインバチェクで、彼らはロンドンのブリックストンにあるマンションで共同生活を送っていた。ドキュメンタリー映画、実録、性的マイノリティであるティーンエイジャーたちの逆襲。 制作中にソマービルの悲鳴のごとき歌声を聞いたブロンスキとスタインバチェクは一緒に音楽を作ろうと誘った。彼らはおとなしくてお行儀の良い当時のゲーパフォーマーたちに不満を抱いており、もっとストレートで政治的な活動をしたいと考えていた。バンドデビューの舞台となったのは1983年ロンドンで初めて開催されたレズビアンゲーの芸術祭。 セプテンバーインピンクだった。ブロンスキビートは、K9 回のライブを経て1984年に、ロンドンレコードとレコーディング契約を結んだ。デビューシングルの、スモールタウンボーイは、ゲーのティーンエイジャーが親元を離れ故郷を去る悲哀を描いており、全英シングルチャートで3位、全米シングルチャートで48位となり、オランダやベルギーでもチャート入りを果たした。 バーナード・ローズが監督したミュージックビデオはドラマ仕立てとなっており、バンドメンバー全員が参加した。ソマービル扮する芸の少年が見つめる先は、思いを寄せる男子が泳ぐプールだった。芸の友人にも後押しされ、勇気を持って男子に話しかけたソマービルだったが、忌み嫌われた挙句男子とその友人たちにリンチされてしまう。結局警察沙汰になり、 親とも真底理解し合うことは叶わず、列車に乗って街を去る姿が描かれていた。はい。エナジーテイストをまとった第2弾、シングル、ホワイイは、一層明確に芸に対する偏見に焦点を当てた作品となっており、イギリス、オランダ、スイス、ドイツ、フランス、オーストラリアでトップ10入りした。1984年10月、ファーストアルバム、 エイジ・オブ・コンセントがリリースされた。この性的同意年齢と題するアルバムのレコードジャケット内側にはヨーロッパ各国の芸同士における性的同意年齢が列挙されていた。イギリスの場合は異性間の性行為同意年齢16歳に対し男性同士の同意年齢は21歳と厳しくヨーロッパにはイギリスより同性愛者に寛大な国が多く存在した。 当時の苦労について、ブロンスキは、ロンドンは地方に比べれば、ゲイにとっては住みやすい環境だったね。僕らは、デビュー当初から、カミングアウトしていたから、ファンに嫌われたり売り上げが落ちる心配をすることも、なかったよ。と回想している。アルバムは、前衛アルバムチャートで4位と、大ヒットしたほか、アメリカで36位、オーストラリアで12位を記録した。同じ頃バンドは、 ロンドンのエレクトリック・ボールルームで開催されたレズビアンズ・ゲイズ・サポート・ザ・マイナーズの資金調達を目的としたライブイベント、鉱山と性的マイノリティでオープニングアクトを務めた。このイベントの様子は映画パレードへようこそでも紹介され、同作のサウンドトラックにホワイトが収録された。1984年のクリスマス前にリリースされた。 サードシングルは、ポーギーとベスからのジョージ・ガー・シュウィンとアイラ・ガー・シュウィンによる名作、そんなことはどうでもいいさをカバーした、エントネセサリリー層で、全英トップ20に入るヒットとなった。1985年、バンドは、マーク・アーモンドと組んで、ドナ・サマーの、I Feel Love のカバーバージョンを録音した。フルバージョンは同じくサマーの、Love ラブ・ Love You Baby とジョン・レイトンの、 霧の中のジョニーの一部を交えたメドレー仕様となっていた。このコラボレーションは成功し、全英3位に入るなど、スモールタウンボーイに次くヒットとなった。なおマーク・アーモンドは、アイフィール・ラブが大のお気に入りだったにもかかわらず、元の歌詞を見ていなかったため、ホーリング・フリー、ホーリング・フリー、ホーリング・フリーと歌うべき部分を誤って、ワットル・イット・ビー、ワットル・イット・ビー、 バットル・イット・ビートを歌っている。この時期バンド内では、個人的な確執あるいは音楽性の相違から、緊張が高まり、ついに1985年の夏ソマービルの脱退に至ってしまった。ソマービルは、リチャード・コールズとコミナーズを結成し、ブロンスキービートは、代わりのボーカルを探すこととなった。ソマービル脱退前に完成していた、ニューシングルのランフローム・ラブは、すでに、 ポリグラムにより、プロモーションが開始されていたが、この事態を受けて、リリースは中止された。ランフロームラブは、その後、リミックス曲や B 面を集めた、コンピレーションアルバム、h ン n d ッ e サ s ザンズ』Thousands に、I Feel Love と共に収録され、日の目を見た。1985年11月、新ボーカリストに、ジョン・フォスターを迎えた、ブロンスキビートは、パーフェクトビートをリリース。 全英3位を筆頭にヨーロッパでヒットを飛ばし、やがてオーストラリアにも波及した。この曲はまた同年の映画、ブレジネフへの手紙で使用され、サウンドトラックアルバムに収録された。続くシングル、カモン、カモンは全英チャート20位。1986年5月リリースのアルバムトゥルースデアダブルデアは全英チャート18位を記録した。ニューヨークに住む芸の生活を描いた。 映画、別れの一別のサウンドトラックに、ブロンスキビートのファーストアルバムから、ホワイラブマネー、スモールタウンボーイが採用された。さらにバンドは、プロデューサーのマーク・カニンガムと組んで、スージー・クアトロやキンクスラと共に、BBC のチャリティ番組、チルドレ・ニン・ニードのためのシングル作成に参加、デビット・ボーイのヒーローズをカバーした。このシングルは、B 面に、 カニンガムの手によるオリジナル曲、あ、ロングウェイト号を収録した7インチ版がザ・カウンティライン名義でリリースされた。1987年、ホスターがバンドを去った。ブロンスキーとスタイン・バチェックは2人だけで次のアルバム、アウトアバウトの制作を開始した。レコーディングはブライアン・パグスレイをエンジニアに迎え、ロンドンのベリー・ストリート・スタジオで行われた。 ストロベリースイッチブレードのローズ・マクドールオボーカルに迎えたピースラブをはじめファイナルスピン、ヨーロピアン・ボーイなどの曲が生まれ新曲を携えたツアーも好評を得た。しかしバンドがロンドンレコードから離脱したためアルバムは完成することなくプロジェクト中止となった。これらを蔵入りした曲のうちヨーロピアン・ボーイは1987年ブロンスキビートプロデュースの下、 イギリスのディスコグループ、スプラッシュが7インチ及び12インチのシングルでリリースした。ピースラブは2006年頃から複数のインターネットサイトに投稿されたほか、現在では、ブロンスキのサウンドクラウドアカウントで聴くことができる。同じく1987年、ブロンスキとスタインバチェクは、ニューオーダーと共に国際エイズデーのためのライブを開催。ロンドンブリクストンアカデミーの会場で、 このイベント限定の復帰を果たした、ソマービルとトリオでのライブパフォーマンスを披露した。1989年、ジョナサン・ヘリアーをボーカリストに迎えたバンドは、バッキングボーカルにアニー・コンウェイを加え、アメリカとヨーロッパを精力的にツアーした。前衛32位のヒットとなった、ジャチャ・ヒールズでは、俳優兼シンガーのアーサー・キットとのコラボが実現した。 この曲はもともと同じく俳優兼シンガーのディバインに捧げられたが、1988年の休止により、レコーディングは実現しなかった。1990年から1991年にかけてマイクソーンのプロデュースにより、ゾンバレコードレーベルから3枚のシングル、I'm g o n n run Away, One, More Chance, Horat, More Can I say がリリースされた。 1993年ホスターがバンドに復帰しテクノチューンのホワイト対照的なアコースティックバージョンのスモールタウンボーイ94がドイツのジックスミュージックレーベルからリリースされた。翌年リリースされたアルバムレインボーネーションにホスターは参加せずヘリアーが復帰した。このアルバムにはまたキーボード及びプログラミング担当としてイアンドナルドソンが参加した。 しばらくツアーを続けた後1995年、ブロンスキービートは解散しおののの道に進んだ。スティーブ・ブロンスキーはプロデューサー家業に勤しみ、イアン・ドナルドソンはソーデド・サウンズ名義で DJ として成功を収めた。ラリー・スタインバチェクはマイケル・ラウブの劇団、リモート・コントロール・プロダクションズの音楽監督に就任した。 芸の高校生の成長を描いた1998年の映画エッジ・オブ・セブンティーンでスモール・タウン・ボーイとホワイが使用された。1984年が舞台のこの映画では曲がサウンドトラックとして使用されただけでなく芸に目覚めつつあった主人公が人目を忍んでエイジ・オブ・コンセントを購入したり自室でこっそりホワイを聴いているところに 母親が突然現れ、慌てて見入っていた歌詞カードを隠すシーンなど、映像としてもブロンスキービートの作品が登場した。2007年、ブロンスキーは、イギリスのオルタナキブロックバンド、オール・リビング・フィアーの、ストレンジャーと何のリミックスを4バージョン制作し、うち1曲は彼らの開古的なアルバム、フィフティーン・イヤーズ・アフターに収録された。また同年来たアイルランドのエレクトロニックバンド、 エレクトロブロンズのフラワーズ・イン・ザ・モーニングをリミックスし曲のスタイルをクラシックからハイエナジーに変身させた。2015年、ブロンスキーは1989年に作った曲のカバー制作のためジェシカ・ジェームズとチームを組んだ。彼女のルックスとアーサーキットのようなサウンドはディバインを思い起こさせたとブロンスキーは語った。2016年、ブロンスキーは リリースされなかった1987年の幻のアルバムアウトアバウト全11曲を自身のオフィシャルウェブサイトなどでダウンロード販売した。2017年1月12日、スタインバチェクの姉、ルイーズ・ジョーンズは弟のラリーが家族に見取られながら前月亡くなったことを BBC に明かした。去年56歳であった。ソマービルは僕らは若く勇気があり。 格好たる決意を持っていた、二度と巡り会えない一瞬、あの時を、ありがとうラリー。とメッセージを寄せた。2017年7月、ブロンスキとドナルドソンはボーカルに、スティーブン・グランビルを迎え、新生ブロンスキビートとして、エイジ・オブ・コンセントの再録アルバム、エイジ・オブ・リーズンをリリースした。結成時のオリジナルメンバーは、ジミー・ソマービル、スティーブ・ブロンスキとラリー・スタインバチェク。 ソマービルの脱退後、リチャード・コールズ、ジョン・フォスター、ジョナサン・ヘリアーなどたびたびメンバーチェンジが行われた。ありがとうございます。